民主党。日本を乗っ取りたい、在日韓国人が応援する政党。民主党は在日韓国人からの政治献金、選挙協力を受けています。在日韓国人の団体、民団は在日韓国人が日本で優位になるような法案成立に向け、民主党の選挙活動を支援するなど働きかけている。野田佳彦氏、元総理をはじめ、多くの民主党議員が民団の会合に出席、選挙協力の謝辞を述べるなど、在日韓国人との交流を持っている。また、菅直人、元総理や前原誠二氏は在日韓国人から違法な献金を受け取って問題となっている。このように、民主党と在日韓国人の関係は根深く、在日韓国人の意向が政策に反映される恐れがある。在日韓国人と民主党が目指す、危険法案。外国人参政権。在日韓国人の団体、民団は日本の地方参政権を求め、民主党が働きかけている。在日韓国人を優遇したり、韓国に有利な政策が行われる危険性がある。人権侵害救済法案。差別や人権侵害の名目で日本人が在日韓国人の批判ができないよう言論を封殺するための法案と言われている。最近では人権侵害救済法案が形を変え、ヘイトスピーチを規制する法律を作ろうとしています。民主党、参議院の有田芳生が中心となって動いています。日本の保守系市民団体が韓国や在日韓国人に対して抗議活動を目的としたデモや街宣活動をした場合、人種差別やヘイトスピーチとみなして、活動できなくする法律を作ろうとしています。そして、有田芳生らの活動は、それだけにはとどまらず、レーシストを、しばき隊という暴力的なチンピラ集団を立ち上げました。その、しばき隊とは、保守系市民団体のデモや街宣活動を暴力や恐喝によって妨害する活動をしています。デモ参加者が一人でいるところを待ち伏せして、男数人がかりで恫喝や集団暴力を働いております。日本国民の言論の自由を暴力によって封殺するのが彼らしばき隊の活動実態です。そして、これらの違法な活動により、しばき隊のメンバーの多数が逮捕されております。しかし、日本のテレビやマスコミは、しばき隊の悪行や活動実態をほとんど報道せず、保守系市民団体が行うデモ活動をヘイトスピーチだとか差別主義者とか一方的に悪者扱いした報道しかしません。そのデモを行う原因を作っている在日韓国人が違法に利権を得ている生活保護不正受給などの在日特権のことについてはほとんど報道してくれません。飛んできた。